GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当はおいちゃんと担当ゴエモンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでしてね、今回からですね、今回、ガチャの新しくですね、モンストの方で、方針演技のキャラクターたちが登場しまして、はいはい、でそのキャラクターたちがですね、ナタ、ヨウセン、太鼓坊が本日から追加されましたと。はしごキャラですね、なりましたので、今回はその3体を狙ってちょっとやっていこうかなと思っております。はい、はい、でまあ今回もいつも通り GM コインを経由してちょっと買っていきたいと思います。はい、はい、というわけで端末の方がタン君の端末になりました。はい、僕の端末です。まずタン君が、10連1回やろうかというところでございます。はい、これメインにしたいですね。ちなみにタンさん狙いとかあるんですか？狙いはとりあえず今画面上に出てる、キャラクター1体出てくれれば嬉しいです。全部見れない。なった太鼓坊、宝泉のどれかってことですね。あ、もうここで太鼓坊、はい、いきます。ガチャル。太鼓坊はね、状態異常回復も持ってますからね、いいと思います。もうね、サクサク早い、サクサク、迷わない、迷わない、ためない、ためない、ためない、そんなもうすぐ見せたい。止まれ止まれ、おお、あー、はい、はい、サクサクいきましょう。止まれ、あー、すごい、念力、おのと、おーし、すごい、あれはす、サクサクいきます。あれ普通になっちゃった。止まれ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 、あー、え、普通に、え、お、よし、え、よし、出たね。出ましたね。これ、来てますね。来てますね。今来てます。なった、今来てるんで、ね、もう10連でやめときます。10連でやめときます。今来てるんで、ね、運も今来てます。なんで、はい、この流れをゴエモンさんに渡したいと思うんで、いただけるってことですね。一旦、チェンジしたいと思います。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、僕の番ですね。はい。いっちゃってください。もう流れられますから。はい、流れられますから。じゃあ、ガンガンいきましょう。はい、お願いします。ちなみに何狙いでしょうか？僕は、妖戦ですね。おぉ。なぜかというと、はい。山竹ゼロを倒せてないからです。おぉ。山竹ゼロに使えるキャラクター。なるほど。みたいですね。山竹に。そうなんですよ。さあ、期待してます。止まってくれ。お最初か。おぉ、一発で、一発で、マジマジで、もうこの流れ来てる、流れ来てる、流れ来てる、流れ来てますから。止まれ、マジかよ、やばいやばいやばい、止まろう、あと1回ぐらい、あと1回ぐらい止まろう、止まらないでしょうね。ちょっと見すぎてください。マジで、うぅー、しかも、あ、進化後じゃないか、びっくりした。おぉ、進化後です、進化後です、これ、あ、進化後だ、進化後です、あ、進化後だよ、やっぱり、やばい、あるんだね、すげえ、マジか、あ、星6で登場ですもんな、これは持ってるなー、ゴエモン。さらっと、僕とダンさん今来てますね、来てます、ありがとうございます、本当にすいません、出してしまいまして。やっちゃったね、やっちゃいましたね、やっちゃいました。え、ちなみにおいちゃんは引きませんので本日は、あ、本日は引かない、足からず、はい、足からず、はい、まあでも良かったですね。まあ今回はキュラサラッと2体出ましたね、うん、ナタと妖戦、はい、まあ残念な太鼓坊はちょっと見れやつ、太鼓坊は、まあまあまあね、でも2体見れたからね、しかも20連でだよ。そうですね、かなりいいよ、かっこいい、なんかね、今までちょっと超重心祭とか、うん、はいはいはい、聞きましたけど、結構爆死とか多かったんですけどね、うん、今回はコンパクトにいいのさらっと出ましたね、さらっと出ました、あらー、よかったよかった、まあこんな感じですかね。そうですね、はい、はい、というわけで本、GM チャンネルではほぼ毎日動画を、17時からと配信しておりますので、よろしければ見てください、見てください、はい、というわけで本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。 GM コイン